褒めてもらおうと思う。どうですか、めちゃくちゃ練習したんですか、やっぱり。めっちゃ練習しました。2日間、2時間ずつ、計4時間。計4時間も。すっごい美味しいんです。へぇー。福井さんのソフトクリームね、めっちゃ美味しい。食べてみたい。いいの。890円です。1円負けてもらってる。優しい。すごい美味しいですよ。でもやっぱ難しいんですよね、作るのって。難しい。なんか、何このひだの内側、で3段で、この角が真ん中で角を出しすぎない、うん、出しすぎない、なんかこの金箔を貼った時に角がちょっと高いと金箔からソフトクリームが見えちゃう。へえ。福井さんのこだわりがすごいあって、そのソフトクリームにコーンに金箔がひらひらってかぶるぐらい。めちゃめちゃ詳しいじゃないですか。店長なんで。店長なんで。さすがです。はい、たーたーパンパン、はい、たくさんパンパン、よい、はい。持ち歩いてんの？うん。へえ、そうなんだ。美味しい？うん。よかった。はい。はい。持ち歩いてんの？そうなんだ。何やってんの？
はい、はい、オッケー。じゃあ、アリサのやつは抜きますか。手元でしょ。あ、アリサ、もうアリサ、いや、大丈夫よ。大丈夫ですか。はい、まあ、もうちょっと芝居前からね。はい、うん、じゃあね、アリサさんからこれしてきて、はい、そういうことですね。はい、はい、今回、はい、じゃあ使うとこ後で決めるから、ちょっと今ぐらいの芝居からやりました。はい、絵的にはトロコの寄りを出してみたら、もう一回しかしようか。ちょっとシャッターするにしても、ちょっと最後待ってください。絵には意味がない。意味ない。ない。じゃあこれからトロコのやつを使うじゃない、はい、さっきガーッと見てるから。アリサは、アリサは意味がない。ない。はい。じゃあこの多分音を使うのに、うん、あのもうさっきブーッと鳴ってるから。ああ、そうですよね。嫌だ、嫌だったの。はい、あのまんまで良ければ、まんまで良ければ結構ガーッと編集ちょっとやってみよう。本田くん来た。開かない。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おお。自分でもないし、そうでしょ。こっちが回ってる。あー、じゃあ失敗、さっきのね。はい、テスト。はい、よい。はい。止まらない、止まらない。あー、怖い。大丈夫ですよ。今日は何やってんの？さっき教えてもらったばっかりじゃん。助かります。だんだん消えてた。まあ、皆さんもう一度そこら辺がありがたいですね。いや、まあ、もう一度の中でもいいけど。はい、じゃあこういうことでやっていきましょう。これがソフト作んなくてもいいんだよね。これミオちゃんの作んなくていいです。はい、はい、そう、はい、テスト。よい。はい。エアーでいいわ。渡した振りで。そこまで取りに行かなくていいわ。あ、わかりました。映せない、はい。続けて。もうトロコ、だから無理って言ったのに。はい。はい。うん、はい。いい感じ。で、これはソフトクリームは出さない、トロコ。出さない。はい。うん、これ、申し訳ございません。スプお作りいたしますので、はい、大丈夫っていうのをちょっとそこまでやってもらって。はい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 。よし、じゃあもう一緒です。そう、アイカさんこれ手元に使わないわ。あの、そしても出ない。よい、はい。すぐお作りいたしますので少々お待ちください。大丈夫？えい、うい。